日本の皆さんにとってはあまり楽しくない写真の展覧会かもしれません。でも、ここメキシコで東北に起こったことをもう一度思い出して、それで日本人について考えてみるっていうためにはいいチャンスだと思いますので、ぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。